ナノです。キッチン周りの油汚れを意外なものを使ってピカピカにしていきましょう。このようにね、お料理が終わった後とか、それからご飯が終わった後、こんな風にね、さあ洗い物が残ってくるわけですよね。ここに今ね、つくね、ハンバーグとかね、肉団子とかそうなんですけど、特にこういうものをね、洗う時ってご家庭で食器用、そして油用と分けてらっしゃる方でもやっぱりね、不衛生になってくるんですね。そこでこういうものを洗う時におすすめなのが、家庭の中でいつも使ってて、それをそのまま破棄しているものがあるんですね。それがこの使い終わったラップです。これがね、ものすごく綺麗に、そして清潔に、食器類をね、保ってくれますので、それをやってみたいと思います。それではね、早速洗ってみましょう。もちろんね、この使い古しのラップだけで綺麗になるというわけではないんですね。こちらのお肉とかがついているものをまずこちらで落とすのに便利だっていう話なんですね。じゃあやってみます。普通よりもね、少量の洗剤、皆さんが使って、ご家庭でそれぞれ使ってらっしゃる洗剤で構いません、強力なものじゃなくてもいいので、食器洗いの洗剤少量ここにね、落としてもらって、そしてこのようにね、します。そしてお水を入れかけて、でここで洗っていくんですね。ぐるっと洗っていくだけで、じゃあもうぐるっとね、こういう風にね、いつもやってる作業ですね。これがね、嫌でハンバーグとか肉団子とかミンチ類の、メニューをね、もうあれが嫌だからっていうことも結構あります。それでメニューがね、あ、今日あれやめとこうとかっていうことね、やっぱりあるんですよね。でもこういうことでね、ちょっと気楽になると、じゃあやってみようかなっていう気になったりするので、不思議なものなんですけれども、こういうことが楽になるとバリエーションもメニューも、そしてやる気も出てきます。こうやってシューッとやっただけで、もうちょっと流してみますね。この程度落ちてきますね。でこの程度ちょっとピカってなったら、スポンジを使ってもらって、もう一回気になる方はきれいにしてもらったら、もうピカピカになっていくんですね。さらに、じゃあ私はこうやってガーッとこう流しますね。きれいになっています。まだこれ使えるんですね。洗剤も残っています。そのついでに、やっぱりね、料理はついでのね、片付け、ついでの掃除がね、このシンクとかをきれいに保ってくれるんですね。でこれでまだ使えそうだなっていうところで、この周辺をザラッとこういう風にしてね、洗っていただけたらいいと思います。さらに、ご家庭にね、もし排水ネットとか100円ショップとかでもね、いろいろね、売られてるんですけれども、もしこういうものがご家庭にある方はね、この中に今バラバラになったラップを一つ入れていただいてね、ここを、くるっとしてもいいし、別に持っていただいてもいいんですけど、さらにここ目地が粗くなりますのでね、でこういう風にしてきれいに洗っていただくとね、こういうね、ところなんかはきれいにピカピカにね、毎日こういう風にちょっとずつ掃除をすれば、大きなね、大掃除とかっていう風なことをしなくても真剣に大丈夫なんですね、こういういつも使ってて用途が違うもので、こんな風にきれいに保っていただく、楽に片付けをしていただくということをお勧めします。